皆さんどうもこんにちは、文献アカリストのアテナです。はい、ということでですね、今回は理想を立ち上げていきたいと思います。で、まあその前にこちらの水槽をご覧ください。で、これ初めてのビオトープのつもりで作った水槽なんですが、水上の植物は毎日の霧吹きで順調に育ちました。ただ水面に目を移すとちょっと様子がおかしい。はい、これ水面に浮かべているサルビニアククラータっぽい何かなんですが、これほとんど枯れかけてるんですよね。はい、でこれククラータだった何かです。完全に枯れてます。はい、実はこれ滝を演出するためのフィルターを止めたんですよね。っていうのも水槽が小さすぎて水流にメダカが飲まれそうになったんです。浮き草には水流が必要だったのかなと思います。まあ、もう少しメダカさんにとってもいい環境をと思いまして、今回こちらの水槽を立ち上げていきたいと思います。こちらチャームで購入したアクロスーパークリア水槽。こちら幅が45センチ、奥行き30センチ、そしてなんと高さが10センチしかない水槽です。で、この高さが低い水槽は何よりレイアウトが難しいですよね。まあこの水上部をうまく演出しなければ失敗します。いつも通り何も決めないまま見切り発車をしたいと思います。まあとりあえず素材は流木をメインにしましょう。やっぱりこんな感じで高さを出さないといけませんね。今回も難しいものに手を出してしまいました。では先にフィルターを作っていきたいと思います。今回は水槽が特殊な形のため自分で製作することになりました。こちらスチレンボードです。結構テラリウム系で使っている方を見かけます。カッターで簡単にカットできたり加工が容易なのがいいですね。まあ、その分少し耐久性には不安があります。このようにパーツをカットしたら、お次はこちらの鉢底ネットフィルターとして使っていきます。で、先ほどカットしたスチレンボードをくり抜きます。このようにロの字にくり抜きました。そこに先ほどの鉢底ネットを取り付けるということになります。で、こちらのバスコークを使っていきたいと思います。このバスコーク、防腐剤が入っていないので生態にも影響が少ないということで、スチレンボードの耐久性も心配なのでしっかりと接着します。そして同じものを2つ作成しました。で、ここからパーツを接着していきたいと思います。同じくパーツをバスコークでしっかりと接着します。このように箱型に組んで接着していきます。さらにもう一つのフィルターパーツを真ん中に差し込みます。これでフィルターパーツの完成です。それを水槽の端に先ほどのパーツを接着していきたいと思います。
最初はですね、接着させないでおこうかと思っていたんですが、強度が心配だったのと、軽くて浮いたりすると面倒ですので、水槽にしっかり固定することにしました。そしてさらに強度を上げるため、それと生態が隙間に入り込まないよう隙間を埋めていきたいと思います。これで強度も申し分ないフィルターの完成となります。ちなみにこのように蓋をすることができます。高さもちょうど水槽の高さにぴったり合わせました。このままだとフィルターが目立つので石で隠します。今回は気鉱石を使っていきます。特に理由はあまりありませんが、大量に余っていたのと流木との相性もいいと思いましてこちらを使いました。むき出しのフィルターを隠すためにさらに接着します。シリコン系接着剤は固まるのに時間がかかります。2日経過してしっかり固まっていることを確認しました。ここからメインの流木を組んでいきます。余り物流木を2つ組み合わせてこんな感じになりました。はい、でここからさらに気鉱石を接着します。こうすることでレイアウトを安定させるということと、さらに自然感を演出していきたいと思います。そしてそれからさらに3日後、しっかりとシリコンが固まりました。そしてここからはフィルターの機能ですね。今回はコーナーパワーフィルター F2 を使用します。コンパクトなのにパワフル、そして安いのでおすすめですね。 F2 の突出口にホースを差し込みます。はい、でこちらを先ほどのようにボックス内に入れてこうなります。その手前のボックスにはウールマットを入れます。そしてサブストラットプロをその手前に入れます。一見小さなスペースに見えますが意外と入りました。ろ過能力も十分でしょう。あとは先ほどの蓋を加工したものを乗せれば完成です。さあ、それではどんどん行きましょう。こちらラプラタサンドです。すっかりおなじみの化粧砂ですね。今回も洗わず使っていきたいと思います。ということでレイアウトの完成となります。はい、もう完全なる三角コースですよね。いつもゴテゴテ盛りすぎなところがある私のレイアウト、私にしてはシンプルな形になったと思います。正面から見るとより分かりやすいですよね。流木が主役なので石が邪魔をしないよう気をつけました。それと流木の足元に空間を空け、洞窟のように当初の目的だった高さもしっかりと出せました。さあ、ではいよいよ注水です。で先ほどのホースをさらにカットし、石と流木の隙間に入れました。ではいよいよフィルターの電源をスイッチオン。めっちゃうまく流れています。フィルターもうまくできていたみたいですね。特に上から水を落とす必要もそれほどなかったんですが、せっかく高さのあるレイアウト生かさないとと思ってこうしました。
ホースは裏側にあるので目立たないかと思います。化粧砂を洗っていないのでしっかり白濁りしていますね。フィルター機能を確かめたかったっていうこともあって、今回はこれで問題ありません。シリコンのアク抜きを兼ねて一度注水した水をすべて抜きます。ほとんど抜けたら他の水槽の飼育水を入れていきます。こうすることで1日で立ち上げが可能となります。でさらにこんなものを購入しました。アクリル板です。はい、私これ幾度となく購入を考えたことあるんですが、やっと購入することになりました。専用のアクリルカッターを購入し自分でカットします。カッターで何度も線傷を入れることでカットできるということになります。厚さ3ミリの3分の1程度の深さまで傷を入れます。であとはひっくり返して力ずくで折ります。はい、自分でもめっちゃビビりました。初めてですがちゃんとカットできました。これと同じようにしてパーツを作っていきます。そして最後に組み合わせたパーツを専用の接着剤でつけます。これまで何度も使ってきたので失敗しなくなりました。さあ、私が何を作っているかお分かりでしょうか。もう少し補強したら完成です。お次は植栽に移ります。今回使うのはこちらの水草です。プレミアムモス3つ。はい、ほとんど使ったことがないモスを購入しました。先ほどの水の流れがあるところに配置をします。おそらくモスなので水上でも大丈夫だと思います。一度だけ使ったことがあるんですがうまくいかなかったんですよね。ちょっと成長が遅く難易度が高いんですかね。水中に設置するのにこちらの接着剤を使います。神旗のゼリー状接着剤です。このように水に触れることで硬化する便利な接着剤です。こんな感じで流木に接着していきたいと思います。これぐらいの短い時間で接着してくれます。はい、ということでモスの接着が終わりました。で、植栽も完了です。今回はかなりシンプルになります。で、先ほどのアクリルパーツをこのように乗せます。そうです、飛び出し防止蓋ですね。冒頭でもお見せしたサルビニアククラータを今回はうまくいくといいのですが、で最後にこちらにお引っ越しをして、はい、完了となります。新しい環境でメダカさんも満足しているのではないかと思います。高さが低い水槽で飛び出し事故もこの蓋で防止できそうです。これで一安心となります。はい、ということでいかがだったでしょうか。高さが10センチの水槽は難易度が高かったです。低重心になるので安定感がある感じはしますが、高さを出さないと迫力がなくなると思います。プレミアムモスと浮き草だけというシンプルさ、もしかしたら今後水草を追加していくかもしれません。でこの流木の足元の空間がいいですよね。メダカさん1匹だけだとなんとも贅沢な環境、コリドラスとか入れてもいいかもしれません。今回は高さが10センチの水槽を立ち上げました。また今後変化があればご報告したいと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。